それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手になるのが夢だそうですね。それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場してもし怪我が悪化してしまったら、翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでしたら、私は担当医として翼くんをこのまま休ませるつもりです。はい。ですけどその前に、翼は何と？翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし。では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のために頑張ってきました。それなのに出られないとなったら、きっと一生後悔します。それに今日の試合に出て、もし負けたとしても、怪我が悪化して世界一のサッカー選手になれなくなったとしても、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子ではありません。翼はそういう子です。お母さん。あら、さなえちゃん。おはようございます。翼くんのユニフォーム持ってきました。あ、そう、ありがとう。おばさんは強い人ですね。私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合出るのをやめてもらいます。さなえちゃん。みんなおはよう。翼。翼くん。先生、早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃって。翼。おう、おはよう翼。用意はできてるか。あれ、みんな。翼、今日は俺たち中学生活最後の公式戦だ。最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こうぜ。みんなありがとう。もう少し待っててくれ。ああ。ここまで来たらもう細かいことは言わん。いつも通り自分たちの軟活のサッカーを見せてくれればいい。みんな力いっぱい戦ってこい。はい。翼、キャプテンとして最後に何かないか。はい。みんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。でも俺はこの南葛中に入り、3年間みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。みんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。おお、当たり前よ。翼、お前がいるんだ。負けてたまるかよ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り出してやるよ。また優勝旗を静岡に持って帰ろうぜ。よし、みんな聞け。今日の相手南葛は今までの相手よりワンランク実力が上だ。しかし
今のお前たちの実力なら必ず勝てる。自信を持って戦うんだ。はい。若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい、まずドライブシュートを止める方法を映像を見て研究しました。ドライブシュートはゴールの上から下に伸びてゴールバーのギリギリに飛び込んできます。なのでこちらはゴールラインまで下がってボールがゴールマウスに入るタイミングでジャンプすればボールを止められるはずです。しかしドライブシュートの威力とスピードは他のシュートと段違いです。タイミングを取るのが難しいようにも思いました。なので昨日の夜キャプテンが打ったあのシュート、ドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本も打ってもらい、その威力とスピードを徹底的に体に覚えさせました。これでドライブシュートには負けません。うん、若島津ならきっとできる。頼むぞ。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛を果たし東邦学園に優勝旗を持って帰るんだ。ああ、さあ行こうぜみんな。はい。ヒューガー、東邦学園の勝利お前に託したぞ。試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を、大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。南葛、これが俺の、やはり日向君は初っ端から来た。タイガーショットだ。は早い。はあ、しまった。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。日向君のタイガーショット、すさまじい威力だ。ゴールキックから再開です。伊沢君、ここは勝負を避けた。伊沢
センター。なんと奪い返した。それ長野くんパスを出します。木杉くん素早く横にかわす。翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。翼くん必殺のシュートを放った。若島津くん横に飛んだ。翼くんあれを決めなくちゃ男じゃない。かわして振り切った。次々にかわしていく。中里くんスライディングでカット。長野くんここは勝負を避けた。かわして振り切った。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。必殺のシュートを放った。中島くんこれを止められるか。ボールはまだ生きている。たけし、ヒューガくんにパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。ヒューガくん、ここからチャンスを作れるか。伊沢くん、スライディングでカット。横をすり抜けた。かわして振り切った。ドリブルと見せかけてパス。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。ここからシュートに持っていく。ドライブシュートだ。若島くん、横に飛んだ。キャッチ、そして一回転。パントキックで大きく蹴り出した。南葛慌てて守備に戻ります。敵陣へ攻め込みます。スライディングでカット。ドリブルでボールを運ぶ。鋭いスライディング。それ木杉くんスルーパスを狙う。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。あとドリブルを見送る。それよ鋭いスライディング。それそれよ。キサギくんここは勝負を避けた。翼くんこれは南米式のドリブルだ。よっしゃ。敵陣へ攻め込みます。タックルが炸裂。ドリブルと見せかけてパス。鋭いスライディング。高杉くんボールを奪うことができません。岩見くんワンタッチで送る。は？鋭いスライディング。あとドリブルを見送る。沢田くんクロスを上げた。反町くんここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。絶妙なインターセプト。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。南葛ここからカウンターを仕掛ける。ここは抜かせません。お構いなしに突き飛ばす。鋭いスライディング。中里くん横にかわして突破。あ、かわした。このパスは通らない。これはタッチを終わります。スローインでのリスタート。かわして振り切った。翼くんこれは南米式のドリブルだ。得意のヒールリフトで抜いた。翼くん必殺のシュートでゴールを狙う。若島津くんゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。今井くんボールを蹴り出します。素早くつなぎます。パスを回す。長野くん素早く横にかわす。ゴール前に持ち込む。川部くん激しいタックル。東方ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。南葛これは戦い方を変えてきたようです。パントキックどこまで運べるか。岩見くん素早くつなぎます。東方ここからカウンターを仕掛ける。日向くんこのボールをコントロール。翼くんこのスライディングが決まった。敵陣へ攻め込みます。翼くんゴールを狙う。若島津くんボールはまだ生きている。
南葛、ここは戻りながらのディフェンス。それ柴田君、横にかわして突破。スライディングで止めた。敵陣へ攻め込みます。今井君、ここで奪った。ドリブルでボールを運ぶ。タックルが炸裂。横をすり抜けた。止められない。沢田君、ボールを奪うことができません。川部君、激しいタックル。やめるな。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。このタックルは不発に終わります。パスを回す。長野君、素早くつなぎます。中島君、スライディングでカット。それかわして振り切った。中里君、このスライディングが決まった。沢田君、回転をかけてシュートを放った。森崎君、がっちりキャッチ。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。小池君、このパスをカットします。ボールも奪った。このパスは通らない。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。横をすり抜けた。長野君、敵陣を切り裂く。かわして振り切った。シュートだ。若島津君、これはキャッチできない。スライディングでカット。ロングパスだ。ここから打ってきた。東方、ここからフリーキックです。高島君、パスできました。注目の決勝戦。翼くんと日向くんの対決感があった前半は、南葛が全国大会 V3 に向けて好発進。東方、後半に巻き返しなるか。おい翼、イヌシだ。イヌシに運ぶぞ。先生、急に足が痛み出して。当たり前だ。あれだけ無理をするなと言ったのに。お前は。でも先生、全力でプレーしなければ今のヒューガ君には勝てないんです。俺はこの試合に勝つためにグラウンドに立ってるんです。翼。先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。痛み止めの注射だと？バカ者。痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前には負担が大きすぎる。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、なぜそこまでこの大会にこだわるんだ。ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、そして日本をワールドカップで優勝させること、それに比べたらこんな日本だけの、それも中学生の大会の決勝戦なんてちっぽけなものじゃないか。こんな試合で無理をして、この先二度とサッカーができない体になったとしても、本当に後悔しないのか翼。夢なんです。え、たとえちっぽけに見えても、これが俺の夢なんだ。南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った。これは俺たちの夢なんだ翼。もし大会 V3 ができなかったら、何のために俺は日本に残ったんですか。ロベルトにブラジルに連れて行ってもらえなかった代わりに、俺はこ
この大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、それだけを目標に頑張ってきたんです。わかった、そこまでの覚悟があるのならもう何も言わん。しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな翼。はい。おい翼、大丈夫か？うん、大丈夫。治療もしてきたし、後半もいけるよ。そうか、よかった。けど、あんまり無理するなよ。俺たちのこと、頼ってくれていいんだからな。ふん、ありがとう、石崎くん。南葛市に引っ越してきて、初めての友達が石崎くんだったね。俺が東方中のスカウトを断って南葛中に入ったその理由の一つは、石崎くんがこの南葛中にいたからなんだ。なんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いや、ごめん。さあ、後半も頑張ろうぜ。うん、行こうみんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。ああ、よし、やってやろうぜ後半戦。ああ、みんな、前半はよくやった。後半もこのままの調子で、キャプテンのヒューガにボールを集めていけ。そうすればこの試合必ず勝てる。監督、監督もヒューガさんを認めてくれた。よし、行くぜ後半戦。ああ、東方初優勝果たそうぜ。さあ後半開始。キスギ君、パスを回す。翼くん、力をためて強烈なシュート。このシュートにジャンプで反応、かろうじてこのボールを弾く。高島くん、パスを出します。翼くん、スライディングでカット、シュートだ。止めた。パントキック、どこまで運べるか。伊沢くん、素早くつなぎます。体ごとぶつかっていった。高島くん、ここは勝負を避けた。翼くん、ヒットアップシュートでゴールを狙う。懸命に飛びつく。キーパー反応するも決まった。まさに必殺。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。それ。いけ。島野くん、横にかわして突破。抜き去った。もうこの位置がゴールを取る。森崎くん、ダイビングキャッチ。伊沢くん、ここは勝負を避けた。翼くん、あーと、ドリブルを見送る。タッチ、タッチくん、横にかわして突破。さあ、ゴール前です。長野くん、センタリングに合わせる。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ワンタッチで送る。古田くん、ここはパスを出した。キスギ、ゴールを狙う。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。キスギくん、このパスをカットします。翼くん、ゴールを狙う。南葛、コーナーからどう狙ってくるか。どちらが先に触れるか。岩見くん、クロスに合わせに行く。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。
小池くん、ボールを狙うも届かない。ストラ、ソリマス君、素早く横にかわす。敵陣へ攻め込みます。中里君、ここで止めた。パスを回す。キスギ君、横にかわして突破。スルーパスを狙う。翼君、オハルトのヒールリフトだ。ゴール前に持ち込む。力をためて強烈なシュート。横っ飛びで鋭く反応。ゴール隅に決まった。あれを決めなくちゃ男じゃない。翼の闘志に負けるな。ああ、行くぞ。俺たちの夢に向かって。ヘッドでパスを送る。それ空、パスを回す。はパスを出します。ドリブルと見せかけてパス。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。今井くん、激しいタックル、かわして振り切った。伊沢くん、ボールを狙うも届かない。ヒューガくん、センターラインを越えて攻め込む。小田くん、スライディングでカット。あとドリブルを見送る。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。いくぞ。力をためて強烈なシュート。若島くん、このシュートに反応している。高島くん、このボールを拾います。シマルくん、横にかわして突破。次々にかわしていく。中里くん、スライディングでカット。行け。それ。かわして振り切った。キスギ君、シュートだ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。小田君、ダイレクトでパス。敵陣へ攻め込みます。翼君、力をためて強烈なシュート。弾いた。さあ、ボールを抑えた。南葛、まだ守備の体型が整っていません。横をすり抜けた。長野君、ここはパスに切り替えた。シュートだ。こぼれ球をものにした。長野君、スライディングでカット。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、ボールを奪った。ドリブルと見せかけてパス。杉君、シュート。トーン、ここでキャプテンにボールを託して、勝利の一撃を狙うか。翼君、力をためて強烈なシュート。川口君、これをブロックに行く。ブロックを突き破りゴールへ。それは、このタックルは不発に終わります。翼君、ボールダッシュ成功。ロングパスだ。翼くん、ワンタッチで送る。はあ、南葛、ここでスローインを得ました。スライディングで止めた。島野くん、横にかわして突破。高杉くん、ボールを奪うことができません。ヒューガくん、ここでタイガーショットだ。さあ、ボールと真っ向勝負。森崎くん、がっちりキャッチ。伊沢くん、ここはパスを出した。
かわして振り切った。キスギ君、敵陣を切り裂く。素早く横にかわす。止められない。さあ試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。これがネットに突き刺さる。決めてやったぜ。ゴールをゲット。ヒューガ君、右へパスを送る。横をすり抜けた。かわして振り切った。沢田君、センターラインを越えて攻め込む。あっと、この位置でパスカット。ボールがタッチを割りました。東方、この位置からのスローイン、これはロングスローだ。パスを出します。翼くん、ボールを狙うも届かない。おっと、攻守交代だ。長野くん、ここはパスに切り替えた。スライディングで止めた。試合終了。南葛全国中学生サッカー大会 V3 を達成。東方、3度目の挑戦も三度南葛の厚い壁に跳ね返されました。俺たちの夢が叶ったんだ。終わった。つばさ、ヒューガ君、お前との最後のこの試合、また俺は勝てなかった。結局一度も勝てなかった。ヒューガ君がいてくれたから。ん？ヒューガ君がいてくれたから、俺も君に負けまいとこの3年間頑張ることができたんだ。ありがとう翼。できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめんヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。え？お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前を、お前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。うん翼、どうして俺がお前に及ばなかったのか今日分かった気がするぜ。お前がブラジルに行ってプロになるという大きな目標を持ってサッカーを楽しんでいるのに、俺はただお前に勝ちたくて、ただ大空翼の後ろ姿だけを追いかけてしまっていたんだ。もし俺が翼ではなく、もっと大きな目標を目指していたら、もしかして翼、おめでとう。俺も必ずもっと大きくなる。そしてその時はまた。翼、今までありがとう。え？俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ翼。みんなありがとう。ありがとうみんな。翼、翼くん。マネージャー、大丈夫？翼くん。うん、大丈夫だよ。今までありがとうマネージャー。翼くん、早く怪我を治してね。優勝旗授与。ああ、今深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。
沸き起こる場内の声援をお聞きください。私の目に狂いはなかった。3年前、湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな競合がひしめく世界の舞台へ、君たちは共に助け合い羽ばたいていくんだ。